こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、カスミ、よろしくお願いします。一つ吉成で、今日が699回目、お、次回が700回ということで、700、あ、重ねたね。素晴らしいですね。そうだね、700だって。700回もやってんだ。700回、すごいよ。これでもさ、最初ヨシキディレクターから始まってるじゃない。そうね、なんかこの間向井くんと会って、向井くんと会ってっていうか、多分これまだ言っちゃいけないんだろうな、情報解禁前で。え、俺、向井くんのチャリで30分にゲストで出たんですよ。ああそう、うん、はい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 。で喋って、やっぱ最初の頃の方が喋りやすかったですか、みたいな聞いてくれて、なんかちょっとそれあったよね。なんかもうちょっとなんか、むちゃくちゃなこと言ってたよね。ああ、この番組ラジオで、ラジオで。ああそうかもね。そうだね、そうだったかもしれない、ね、でさ、あれさ、それで今度東京ドームでライブやろうって言ってるじゃん、最初そのヨシキとそのディレクター時代に、最初国際フォーラムで5年目の時にライブやったんだよね、そうね。であの時に、5000って埋まるんすかみたいな感じで、それで、あ、5000だったっけ、あの国際フォーラムって5000だよね、そう、あ、5000も入るんだ。で、あれ、なんか覚えてる、俺あんま覚えてないのよ、あの国際フォーラムの流れって。こんなんか煽んなかったよね、こんなに。覚えてるのが、あの、私がなんか客席歩いて、チャラヘッチャラを歌ったっていう。歌ってたで、なんかなんとかの、それこそバーヒデさんとかさ、ビトさんとかが、なんかモノマネショーみたいな副題みたいなのついてなかったっけ。なんとかショーパブ、史上最大のショーパブ。ああ、そうだ、そう。で、多分制度さんでしょ、多分。制度さんから。で、みんな出てもらって。あれ、何だこの間、制度さんと喋ってたんだけど、その、俺が日本放送じゃなくて、ラジオ日本で、フリートーカージャック制度さんがいて、26、7の時に、ショーパブに出てんすよ、みたいな雑談してたら、ショーパブはね、なんか変な芸の癖つくからやめた方がいいよって、俺に言ってたんだって。その人が史上最大のショーパブ祭りっていう企画を立ち上げた。ラジオ始まったら。ショーパブ推しだったもんね、制度さん。そうだね。最初の頃ね。そうだそうだ、やったね。なんかネタとかやんなかったっけ。ネタはやったよね、あの、あれやってたんじゃない、あの ボディービルのさ、あ、コントもやったよ、ね、コンビニのさ、コント、あのピッてやるやつ。その時にボディービル始めたってだったんだっけ。いや、始めてる、始まって2010年ぐらいでしょ、あれ。あ、そうなんだ。始めたの2013年ぐらいだ。なんかもう一回やりたいみたいなことでやったんだよね、あれ。あれね、なんかあのコント、そうかも。そうだね、あ、やったよ、あん時も。そうだな、あん時もでも満員というかね、えらい盛り上がったと思うよ。あれすぐ売れたのかな、だんだん売れたのかな、すぐ売れたような気が。すぐ売れたんじゃない。そうだっけ。あ、そうなんだ、そうだよ、すぐ売れたんだって。うん、で、なんかクリアファイルとか作ったりさ、いろいろ。あ、それは覚えてる。でもなんかその時もね、グッズいろいろ作って、だったね、やって、ラジオブース作ってやったよね、その時もね。ああ、そうね、だからフリートークみたいなのやったんじゃない。ああ、それが5年目の時だった。5年、そうだね、そうだよね。いや、そうよ、やったよ。それで、武道館があって、武道館あってことだもんね。で、どれぐらい、1万人ぐらいだったっけ。12000。12000か。で、東京ドームで跳ね上がってるわけでしょ、人数が。そうだよね。もうね、刻んでないよね。武道館、東京ドームの間がすごいよね。そうだよね。まあ、その間ぐらいの会場があんまりないっていうのもあるけどね。ああ、そういうことか。そう。いや、そうだよな。やって、そうよ。全部ね、東京ドームはまだわかんないけど。だから石井ちゃんもね、その武道館で味を占めてさ、もうイベントばっかやってるもんね、最近。いや、そうだね。ハマっちゃって。仕掛けてる。好きになっちゃって。好きになっちゃって。イベントがね。イベントをね、解説のが、楽しくハマっちゃって。いや、本当だよね。イベント範囲になっちゃってね。なんかステッカーをなんか、この間日テレでもなんかパソコンの、なんかパソコンにステッカー貼って乗ってる人がいた。報道フロアとかで降りてった。
の人だ、何の番組やってるかとかわかんないけど、あ、ステッカーって俺言ったら、あ、行きますみたいな、なんか何のどこの番組の人か知らないけど、全然その会ったこと、お会いしたことない、一瞬だったから会話も、だったけどね。ああ、そう。いやいや、いるんだよね。いるんだ。なんかそう、それでなんかこれメール来てたら、なんかこれどこの選手で、日ハムと千葉ロッテの試合の時に、日ハムの選手がこのリュックに、この今写真があるんだけど、この野球選手が背負うリュックにステッカーが貼って、これ誰が背負ってるかがちょうど見切れちゃって分かんない。あ、そうなの？どっち？日ハムの選手の中にリトルトゥースがいることは確かなんですよ。うわー。で、しかも野球場に貼ってってくれてるっていうね、ことだから。試合の何かで見たんだ、その何、中継かなんかで。でさ、新しくさ、北海道にできたじゃん、エスコンフィールド。あそこでね、なんか、2ヶ月前ぐらいにやらしてくれないかね、ジャムの選手。いやいやいや、その、リハにするにしたら、やらしてもらうにしたら、でかすぎる。エスコンだって多分東京ドームと同じかそれ以上ぐらい入るでしょうよ。いや、そうだよね。いやいや、じゃあ中継で映ってたことも、余裕で一軍のレギュラーの選手とかだよね。背中、だから分かんないね。ちょっと被っちゃって、選手の背中が。でも貼ってある、これ絶対オードリーのステッカーだもんね。いやありがたい。野球選手、それはね、やっぱりいるとは聞いてましたけどね。はいはいはい。野球選手、野球界に、リトルトゥースが増えてると聞いてはいたけども。はいはい。目にするとやっぱ興奮するね。いや、そういうことだよね。なんだったら東京ドーム先に経験してるわけだから、私は。いや、行きますじゃないのよ。絶対立ってるだろうね。絶対立ってるから。もうすでに。いろいろ教えてほしいぐらいよ、こっちがね。そうだよな。東京ドームのお作法を。いやー、でもなんか、あれだよね、この間見に行ったのよ、WBC のドキュメンタリーの映画。ああ、そう。そうそうそう。いやー、見たいんだよな。でも野球ってやっぱりすごいな、なんか、まあ、ドキュメンタリーで WBC の結果はね、日本中の皆さん知ってるからあれだけど、なんか、ダルビッシュ選手はさ、すごい後輩思いでさ、こう、球とかを教えて、で、あと励ましたりさ、してるけど、なんか、タブレットでさ、ブルペンみたいなとこで練習して変化球とかの練習、なんか、曲がりとかがあれ数字で出んのかな、なんか、ちょっと専門的なあれでわかんない。なんかね、この回転数とかボールの。回転数とか。回転数がいくつだからみたいな話してんねんよ。あれ、すごいよな。すごいね。あんなのさ、誰かやってくんないかな、収録で、バラエティも。回転数を回転数、いや、なんかコメントの、なんか、的中率みたいな。ああ、なるほど、ね。前に出た回数とか、時間帯とか。収録終わりに。そうそうそう。データで。データで。でも、したら、ザキヤマさんのデータが跳ね上がってることで。うん、そうよ。うん、スピードとね。ボケのスピードと思いつく。でもさ、ほんとさ、ザキヤマさんのさ、スクール革命のさ、コメント率って、ほんとすごいよね。あれだから、全部がオンエアに乗るけど、多分尺でってことでしょ、きっと。まあまあ、そうでしょ。ねえ。あれ、全芸能人の中で、一番コメント多いかな、ザキヤマさんが。年間にしたら。多いんじゃないなんかそんな気するよな。多いだろう。そもそもその分母が多いだろうし、その採用率も、打率っていうの。だってね、それやっぱり2時間の収録そのままね、1時間の番組でね、物理的に無理なわけだから、いくらザキヤマさんの面白いコメントでも、切らざるを得ないところあるわけじゃない。そういうことになるよね。それ一番嬉しいだろうね、テレビマンからしたら。それだから打率ったら、でも分母がでかいから逆に打率低いのかな。多すぎるから。だから、オンエアに乗るってことを考えるとでしょ、そうね。でも、確率は高いだろうね。スタジオが受けたっていう。まあそうだね。現場で受けるっていう打率は、ホームラン数は多いけど。本当だからほんの一部ってことだよね。世に出てる。そうだよね。のは。そうだよね。すごい、すごいよね。すごいよね。本当に、そうよ。
そうか。うん、本当にすごいし、この間ちょうどアンタッチャブルさんの番組出してもらったの、ロケの番組に。うんうん、ゲスト行かしてもらったら、うんうん。いや、もちろんその、回ってるとこもすごいんだけど、うん、止まってる何かこう、待ってる、うん、料理待ちの時とかも、うん、やっぱすごい打率なの。ずーっと言ってるもんね、なんか。うん、ゲストのなんかいろいろ紹介してくれるインスタグラマーの女性の方が驚いてたもんね。あ、こんなに面白いんですかつって。カメラ止まってる時って、こんなね、何回か他の芸人さんとかも面白い。したことありますけど、大概みんなこのちょっと静かだったりとか、はい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 、ね、カメラ回ってないと、はいはいはい、で回ってからバーンってこうテンション上げるんで、そこになんかそこはすごい驚くしすごいなと思うんですけど、はいはいはい、こんなに変わらない人っているんですかね。表裏ないもんね。そういやー本当だよ、それぐらいよ、本当だよ、うん、ずっとずっとだよね。みんな憧れてるもん、うん、憧れてるっていうか、うん、別次元って言うもんね、ザキヤマさんのことはね。そうね、だからこう、なんか目指さないと、うん、逆にね、うん。目指せないというか。うん、そうだよね。いやいやいや、そういう感じよ。すごいよ。だよな。うん、だからすごい多分データにしたら。うん。うん、ああいうのあれ野球も昔は多分なかったんだろうな、そのブルペンの回転率が数字でタブレットで出るとか。いやいや、なかったんじゃないですか。うん。だよね。それはね。うん。だそこまで細かく見てるってことでしょ？いやー、野球ってすごいな。面白いよな、やっぱりな。面白いよ。やっぱなんかこう、うん、栗山監督とかさ、映画見てたらさ、うんうん、その、気配り、心配り、あるし、うん、やっぱ、この WBC の日本代表が一つのチームになってくると、チームのムードも大事なんだろうし、うんうん、っていう感じしたよな。うんうん、いやいや、そうね。野球ってさ、まあ、ティモンディの前田くんと見に行くとあれだけどさ、うん、なんかさ、そのさ、もう、7回、6回とかで 3-0 とかだとさ、うん、あ、今日負けるかな、とか思いながら見るけどさ、うん、必ず何か起こるよな。起こるね。あ、だから、何かが絶対流れが来るって思ってる方がいいスポーツだよな。そうね、あれ何なんだろうね。ね、流れってあるじゃん。うん。で、アメフトまあどんなスポーツでもそうだけどさ、うん、野球見ててさ、うん、ピンチの後にチャンスありみたいなさ、うん、あれ絶対起きるじゃない。うん。あれ何なんだろうね。俺ね、それ全く同じ質問を、うん、あのドームでも神宮でも前田くんにしたわ。ああ、それなんていうんですか、見ててさ。絶対なんか、チャンスの時に、そう、ライオンズとか見てて、うん、なんか、ノーアウト一塁二塁とか、うん、まあ、得点圏にいてさ、うん、点入らないとさ、うん、大概次の回に点入れられるんだよね。あ、うん、だから逆にチャンスを、ものにできなかったら、うん、次ピンチになるのよ。はい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 。まあまあその、印象に残ってるだけかもしれないけど、はいはいはい、はい。それの確率が高い気がするんだよね、はいはいはい、野球って。はいはいはい。それなんだって、その前田くん。答え言ってた答え。なんかね、やっぱね、うん、なんか前田くん、ティモンディ前田の野球が10倍楽しくなる感染については。うわ、すごい、エモヤン以来じゃない。令和は前田くんか。やっぱメンタルスポーツってことを理解すると、すごく面白いと。ほう。いうことを言ってて、うん、バッターというよりはピッチャーかもしんないですね、つってたね。メンタルが、だからその打たれていくとか、チャンスを生かせなかったっていうのが、ちょっとだけ、ほんの、数パーセント、ピッチャーが点取って欲しかったじゃん。あ、そっち？うん。で、取れなかったっていうのが、ちょっとショック。でもそれを散々乗り越えてきてる人たちでも、なるへそ。ちょっとやっぱメンタルスポーツなんでっていうことで。ピッチャーに影響で、打てなかったバッターがさ、うん、次の回にエラーするとかまだわかるじゃん。自分のせいで点が入るなとか、凡退しちゃったらチャンス、はいはいはい。ピッチャーの方に影響があるんだ。そうだね。出てないのに、攻撃の時に。だから、取ってほしいなって思いながら見てて、取れなかったかって思って、それを散々乗り越えてプロになってる人たちでも、それが響く人と響かない人がいいんじゃないの？それは。関係ないと思って。で、大谷選手とかみたいに、うん、この、ちょっと今日の試合難しいかなと思うけど、ベンチでずーっといけるいけるっていう人がいて、うん、そのベンチが盛り上がってくるとかさ。なるほど。言う人にもよるんじゃないの？やっぱり。ああ。大谷選手レベルの人が言うとか。そう考えると大谷選手ってやっぱ化け物なんだね。だって両方やるわけじゃない？みんなあのベンチで言ってたよ、それ、ドキュメンタリー映画見たら。あ、そう。もうなんか、だって、バケモンの人たちが集まってるよ、日本代表。その人たちが、もうバケモンだって言ってたもん。
ぱすごい。ヌートバーも言ってたもん、バケモン、人間じゃないって。おー、おー、バケモンって言ってた、バケモン。いや、そういう発音じゃなかったけど。的な、そうそう、的な。はあ、だって自分がさ、うん、打者として凡退しちゃってさ、うん、チャンスで、とんでもないチャンスで。うん、で、次の回、投げなきゃいけないわけでしょ。うん、そうそうそう。引きずり倒すわけじゃない。うんうん、うん。それでも抑えたりする。化け物なんだろうね。そういうことだよな。すごいな。すごいよな。はあ。でも、バラエティの現場とかでも、うんうん、やっぱそういう人がいた方がいいよな。うん、ああ、そのね、メンタルが強い人。動じないみたいな。そうそうそう。バケモンが。なんかあるじゃん。なんか、バラエティって番組ごとの空気って。ある。それはやっぱ演者とスタッフが作ってる空気なわけじゃない。うんうん、うん、あるね。なんかこの現場、うん、スタッフが、なんか割れてんだろうな、意見が、みたいな現場とかあったり。ね、予想だけどね。予想だけど。真実は分からんけど。フロアの人は納得してないんだろうな、うん、みたいな。多分それは当たってるけどね。うん、答え合わせはしてないけど。あるね、あれなんかね。それこそミックなんて、パリピの会社みたいな感じに、やっぱ洋の感じが出てるって。そうだね。屋上にああいうこうバーベキュー施設があるとか、うんうん、やっぱあるんじゃないの？そうね、壁に英語でなんかね、いいこと書いてあるとか。洋だよね。そうだよな。なんか勢いのあるっていうのもあるんだろうけどね。ベンチで盛り上げるっていう。それはあるだろうね。俺たちのアメフト部の時なんか、あったっけ、そんなのベンチで盛り上げるなんていう感じ。ベンチで盛り上げる。なんか声出してんだよね。声出しはあったね。声出しをずっとしてんだよね。みんなで行こうぜ、つって。うん。まあ、そんな感じだよね、だから。そうだね。やっぱ影響するんよね。するんだろうね。そうだね。いやいや、そうね。あるけどね、そういうこともね、うん、いろんな現場によってっていうのはね。いや、そうね。声出しみたいな人がいたらね、バラエティの現場でも盛り上がったりする。でもそういう、なんか、うん、なんか、その、企画には、深く入ってないプロデューサーみたいな人いるじゃん、その雰囲気だけを。大事じゃん、でも現場には。はいはいはい、オードリーさんみたいな人。明るいね。その人がいるおかげで、うん、なんか明るくなってるっていうか。いいね、やってるみたいなね。そうそうそう。TBS の坂本さんみたいな。いや、やっぱ元気出るもん。ああ。うん。今日もね、行ってかしてもらったら、会うと絶対トゥースしてくれんのよ。あうん、トゥースみたいな。松本さんの楽屋に挨拶行っても、トゥースとかしてくれるから、ちょっと困るんだけど。松本さん行って、プロデューサーがプロデューサーが松本さんの前でトゥースするから。トゥースするから。ちょっと困るけど、でもありがたいなってね。トゥースやって、松本さんはちょっと苦笑いみたいな。はい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 。うん。でもそれで言うと、ヒルナンデスは、水曜メンバーが、選手から盛り上げないから、南原さんが盛り上げてくれてるじゃん。前室から。もうね。そうだね、うん。それはだから、ね。南原さんが盛り上げてくれてありがたいっすよとか言って、なんか、うん、夜深い時間二人で飲んでて、言ったら、うんうん、お前もやるんだよって言われた。いや、そうだね。な、うん、お前の、お前は分かってないかも、そんな、分かってないけど、うん、長いから、ヒルナンデスのレギュラーと芸歴も、うんうん。お前と春日の顔を後輩たちって見てんだぞ、つって。いやだからそうだ、ね、それ以上明るくやっていいのかなとか、うん、マジラブにしろ、うん、イゲちゃんにしろ見てるから、うん、お前らが盛り上げなきゃいけないんだぞ、みたいな。なんか、もう二人ともブスーっとした顔でさ。いや、本当はナンバーさんやらしちゃいけないね。やってもらっちゃいけないって話だよね。いやいや、そうだよね。本来ね。うん。そうなんだよな。盛り上げる人必要だよね。そうだよ。それ見ながら南原さん元気だなと思っちゃってたもんね。はいはいはい。で、船関は明るいじゃん。ね、うん、はいはいはい。で、なんか、ね、石井ちゃん一時期疲れてた時期あったな。うん、抱えすぎてた時期。今明るいけど。そうだね。うん。そうだね。あの時なんか しけた、つらしてたわ。石井も、聖堂も、広島も。やっぱダメだね、働きすぎるとね。部下も明るいんだよな、ああ見えて。いやいや、そうだね。結構。うん。いや、そうよ。ザキヤマサテさん、波ないよな。ない。ずっと面白いじゃん、あれで。うんうん、あれ、多分どうなってんだろうな。ずっと面白いし。大谷級の人だよな、うん、だからな。いやいや、そう。まあでもさ、すごいすごいって話になっちゃうからな、うん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 、こんな話してても。うん。我々はちょっと無理だっていうね。でさ、ゴーイング行った時さ、上田さんもすごくなかった、うん、なんかは回る前から、うん、みんなに話しかけて。いやいや、そうね。ゴーイングの、
現場って活気あるよな。活気あるね。生放送は特にあった方がいいんじゃない。ああ、そうじゃ、そうだと思う。そうじゃない。そうだよな。うん。ね、ゴーイングもそのバラエティ、スポーツ番組なのにね。なんか楽しい、なんかね。雰囲気というか。はいはいはい。みんなやる気なんだろうね。なんか頑張る気持ちになる。いや、そりゃそうだろ。そりゃそうだろ。それが。いや、でもそう考えると、なんか、なんだろうな、すごいこう、レジェンド番組の MC の人って、そういう感じあるな。ある。現場ごとようにしてく感じが。あるね。なんか話しかけてくれるもんね、やっぱりね。上田さんとか松本さんとかね。始まる前に。いや、そうね。南原さんも。そう、そうね。いや、いや、そうよ。そうじゃないとなかなか。太田さんもうるさいもんね、本番前から。うるさいね。本番前ってメイク室がうるさいからね。機嫌だよ、やっぱり。ムード。うん、ベンチの。そうね、ブスッとしてる人いないもんね。俺ぐらいじゃない？そうだね。無事の中で。わかりました、唯一。そういった意味じゃ唯一無理ね。うん。あー、なるほど。ミトちゃんも明るいもんな。その器はあるかもな。うん。結局、そんなことだったりするじゃん。なんか本当、人気の木って木だから。はいはい。まあこうなってくるとアンミカスピリチュアルになってきちゃうけど。なんていや、そうね。物事って。うん。それがだからこう、伝わるというかね。伝達するというか、その、包まれるみたいなあるじゃない。そうなの。だから俺、すごい悩んでた、もう30代前半だけど、日本放送に来ると、疲れが取れてたから、オールナイト日本やると。だから、仕事の合間悩んでた時、日本放送の周りぐるぐる回ってた時あったもんね、車で。パワースポット自分にとっての。パワースポット、伊勢神宮みたいな感じで、なんかこう、パワースポットみたいな、落ち着くのよ。そんぐらいやばかったんだと思うけど。そうだね。でもその時の若林さんが必要だったんだろうね。そういうことだよな。それは。その場のなんか。だから、どっちかがやるんだったらいいんだけど、どっちもやんないじゃん、オドぜひとかで。うん。今から無理か。今から。めんどくせえな、ちょっとね。めんどくせえし。急になんか、ね、用でもそういえば、その、ムカチャリ行った時、やっぱ向井くんがさ、すごいわ。始まる前からの、その、空気づく。で、あんま、こう、人に話聞く仕事多いけど、聞いてもらうってないじゃん。あ、そうか、若林さんね。そうそうそう。すごい気持ちよく喋らせてくれて、で、なんか聞きたいことあるんすよね、みたいな言ってくれるだけで嬉しいじゃない。まあなんかね、確かに。ああいうのはなんかこう、データに出てこない、データになかなか出ないし、やっぱ、まあ、笑わしてなんぼみたいなところはあるんだ。で、その向井くんのおかげでね、そういう流れになってるんだけど、俺と向井くんのためにあれデータ化してほしい。なんかその、アシストみたいのも、何アシストとか、なんか、出してほしいね。試合終わったら、なんか、ネットに。だから、結果が逆算してどっからスタートだったのかっていうね。この爆笑をね。だったら本当にブースに入る前だったりするわけじゃん。はいはいはい。そっからもずっとその、ね、結果まで。ブースに入る前までとは言わないけど、なんかそれはデータ出してほしいわ。この時の受けのリアクション良かった。それデータで出したら働いてないやつもすぐわかるよな。そうだね。その前の段階ね。やってないっていう。で、この間さ、いいとこだけ取って。この間さ、そういえばさ、高橋ひかるちゃんにさ、スクール革命で本当申し訳なかったなって思うんだけどさ、覚えてる？なんかさ、なんか、二人一組でクイズに挑戦するって企画で、紐が二本あって、なんか顔、なんかオードリーの顔みたいのがあって、紐を交互に引っ張っていくと顔が上に上がってくのよ。で、一番てっぺんまでついたら答えられるってやつで、同時に引くと上がっていかないの。交互に紐を引くっていう。ちょっとね。そう。登っていくみたいな。っていう説明受けて、用意スタートってなったら、春日が紐を、つまり、春日が引く。で、俺が引く、間を開けなきゃいけないじゃん。春日引く、俺引く、春日引く、俺引くだから。なんかね、ずーっとね、せんずりこいてんのよ。言い方悪いな。いや、こうなの。もうずーっと春日が坊主。で、それで、だから俺が引く間がないから、全然上がってかないの。で、なんか俺、なんかそれが、春日の全てを表してるの。
何どういうことオードリーの、うん、この不仲の、すべてを表してることなの、それが。で、俺、なんか、マジでムカついて、説明聞いてたと思って。うん、で、聞いてたなんか、聞いてはいた。バラエティ的になんか、うん、おいなんか、俺が弾く、タイミングがないだろうみたいな、うん、ね、うん、エンタメ喧嘩だったらいいんだけど、うん、俺、なんか、うん、お前さ、俺が弾くタイミングねえだろ、お前。殺すぞ、これつって。なんか、聞こえないように言ったの、うんだ、う、よ、ん。そしたら、うん、隣の高橋からちゃんが、ピクってしたの。ダメよ。で、スタッフにも聞こえないぐらいで、お前、なんか聞いてたのか、こらつって、うん、おいつって。うん、で、うん、で、その後、うん、なんか、春日も間を開けたら上に上がってった、上がってくときにめちゃめちゃ高橋ひかるちゃんが応援してくれて、もうちょっとですもうちょっとですって、その、リトルトゥースとして、仲良くしてほしかったんだろうね。うん、であれさ、うん、どういうつもりなのね、何が？じゃあ、千鶴国の。いや、やっぱりね、早く、ああ、その、あげたい。早くあげるには、二人で交互にやるから、うん、お前が、お前のマックスのスピードを出しちゃうと上がってかないじゃん。まあまあまあ、そうだね。おうおうおう。でもやっぱり早くあげたいっていう、うん、先行しちゃってね。じゃあ、バカでいいよね。結局上がんなかったんだから、結果。まあ、それで。まあまあまあ、そうだね。おうおう、うん、まあまあ、そうだね。うん、確かにね。バカなせいでね。うん、高橋ひかるくんにね、悲しい思いを、悲しく怖い思いさせちゃう。申し訳なかったとね、やっぱり、謝りたいよね。うん、夢中になっちゃったね。それが見たいわけじゃん、画面で。うん、息を合わせてるから、1、そうね、1、2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 
いち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 だって。で、なんか俺の方がなんか、なんかの力学なんだろうね。うん、なんかガツガツずっと引っ張ってて、俺の方が引けないのよ。そうだね、あれ。ずーっと、ね、悪循環ね。ああいうことあるよな。あれ申し訳なかったね、あれはね。まあまあ、まあまあ、なんか、そんなことがあったんですよね。いや、そうね。そういえばさ、その谷口のさ、いろんな人の反応で思うんだけど、すごいことなんだってね、やっぱ役員まで上り詰めたのがね。あの年にしてね。で、大きな会社だったよね、まあ、行ってみたら。だからすごいよね。いや、そうね。で、あれってさ、何なんか、どのぐらいすごいことなの？谷口の年齢で。で、お笑いで言ったらどうなんだろうね。うん。その冠持ってたかなななんだろうね。すごい、なんか、でもなんか、具体的にあいつがなんで上り詰めたかの答えが出なかったよね。出なかった。なんだろうね。なんか最後の手紙さ、なんか、どんな感じだったっけよ。なんか俺、ぼーっとしてたのかな、なんか、ぼーっとしてたのか手紙が刺さらなかったのか。両方じゃない？グッと来た場所とかあった？なんかよくわかんなくなかった。よくわかんなかった。ねよくわかんなかったよね。よくわかんなかったし、手紙あんだ。でも、まあ、一生懸命というかね、聞いてたんだけど、途中でなんか、日記みたいなとこあってさ、それでよくわかんなかっちゃったんだよな。そうだよ。なんかいいことをなんか、言って、なんか頑張ろう的なことでしょ言っても。だから、まだまだ40代ね。だからね。これからもみたいな、頑張っていこうみたいなことだよね。そういうことか。そうね。だから途中本当アドリブかなって思った部分もあってっすよ。でもちゃんと読んでたんだよね。これさ、なんか、さて、来年東京ドームでライブをやると聞きました。普段は大物アーティストが使うだろう大舞台だから二人にとっては大勝負ですね。そして来年は俺にとっても大勝負があります。なんかあんだろうね。まーちゃんきっと俺たちならできるよね。これさ、これ、なんでまーちゃん、なんでオードリーにじゃないんだろうね。ああ、確かに。なんで春日ね、言ってきてねえんだ、それ。ね。
謎だよね。謎だね。でもそうか、谷口になんか電話してた時あったな。この数年前ですが、春日がやらかして夜中まーちゃんから、もうあいつとはできないかもと電話があった時は、うん、久しぶりに本音を聞いた感じで懐かしかった。ああそういうふうに思ってたんだね。そうそう、そういうことは、うん、あったよな。いや、そうなんだよな。そういえば、売れてない時にこんな会話よくあったなと思い出しました。あ、たまにあって。いや、あの、谷口だけが春日のやばいとこわかるからさ。なんか、そういう時あったな。ああ、そうだよ、みたいに言ってくれるからさ。なんかそれはやっぱり印象的だったんじゃない？谷口したらね。あったよね。いや、なんか、だが情熱はあるが、明日最終回でしょ。ああ、そうか。そう。あれなんか、春日のなんか、実際に始まったね、スピンオフのやつ。見た？あ、いやいや、まだね、見てないんですけど、ね、そうそう、やってもらうっていうのはね、ちょっと前々聞いててありがたいなと思ってね。フルーででしょ？明日最終回だけど。で、なんか、その、里光に支えられたというか、20代、救われたっていうのが、まあ、本当、9割ぐらいと言ってもいいのかもしれない。で、なんか、里光に、なんか、ちょっと思い出してみようって、さっき、あの、喫茶店いて、二人でいて、なんか、どういう感じだったのつあ、当時の感じを。で、里光の気持ち。ああ、なるへそ。はいはい。どう思ってたのかと。若林さんとこう接して、いて。でね、里光、ドキドキキャンプは、これ本当細かい話なんだけど、上の方のライブとかが、この、テレビに出ないまでも、東京お笑い界で、上の方のライブってあるんですよ。事務所で、トップ、まあ、3ぐらいが出てくる。それに、ドキキャンって出てるのね。だから、その、流れ星とか、三拍子とかは、そのメンバーなのよ。で俺たちは全然届かない。本当に、あの、7年目なんだけど、1年目の子たちが出る、あの、ライブに出てたりしてるから。そうね。そう。と言ったけど、そういう人たちと喋る中で、なんか、オードリーがやっぱズバ抜けて面白かったらしい。今だから言ってるよな、絶対。言ってるね。結果を知ってるから。それは、後付けだ、おそらく。自分は分かってたみたいなさ、よくあるパターンのさ。でもなんか、後出しのやつ、思い出すのが、里光の家によく行ってたのよ。その、例えば M1 で落ちる、はいはいはい、オンバトで落ちる、オーディション落ちるって。で、なんか、で、落ちたわって言うと、俺より先に、そんなはずはないんだけどな、おかしいなって言うのよ。だから、俺が、おかしいな、そんなはずは、なんでだろうなって言いに行ってんのに、おかしいなぁ、なんでだろうなって言うのよ。ああ、言わせてくんないね。だから勇気に逆にならなくて、ね。取られちゃう。いや、そんなはずはないのかってちょっと思えて、救われたみたいな感じを二人で思い出してて。おかしい、俺より多分おかしいなって言ってたと思う。なるへそ。確かにね。それは、ありがたいね。楽になるな。まあでもちょっとこのドラマの間はね、昔のことを思い出しちゃうけどね。まあ終わったら東京ドームのね、ことですよね、本当に。いやいや、そうね。まあすごいよね、スタッフさんもさ、まあ一番情熱があったのがスタッフだったっていうね。まああとキャストの皆さんね、ということになるけどね。いや、本当だよね。もうね。前も言ったけど、むつみそうの作り込みとかさ。はいはいはい。セットの。すごいよね。すごいよね。あれ、あれさ、藤井隆さんさ、マエケンさん役、パスタすごい食べてるじゃん。あれ、ドラマの中では説明なかったと思うんだけど、あれ、マエケンさんが一番好きなパスタなんだよな、あれ。
あのトマトの味の。うん。あれすごいよな。あれ ね、どっかで情報入ってんのかな。入ったのかな。だから結構あれよく食べてたわ、マエケンさん。うん。なんかね、嬉しいことがあるとね、うん、あれ食べてた。食べてた。彼氏とね、なんか、いい旅行したりした後、あれ食べてたわ。うん、大概あれ。うん。大概あれか、カレーうどんね。うん。カレーうどんも好きだな、ジョナサンの。ジョナサンの。麺が好きなんだろうな。そう、麺が好きなんだよね。なんかたまたま、ジョナサン夜中行って、奥の方の席でマイケンさんカレーうどん食べてるの見て、そのまま帰ってことあったけどね。なんかね。マイケンさんだった。マイケンさんだってこう食べてて。一人で食べてて、ね。なんかあったのかわかんないけど。はいはいはい、はい。そのまま家帰ったことあった。あ、でも麺好きだったな、マイケンさん。麺好きだったらそうね。確かにな。そういうの思い出すな。思い出すよな。あれ見て本当だから、カレーうどん思い出したもんな。ジョナサンのいろいろ思い出しますよ。いや、忘れてたことをね。本当だよな。俺だから、最初の足りない二人のライブなんて、うん、なんか憧れの山里さんと、うん、ライブできるんだ、みたいな感覚だったの思い出した。うんうん、憧れの山里さんだったの。先輩だとずっと思ってて、はいはい、その時はもう同期って聞いたけど。うん、いや、そうだって若林さんずっと山里さんの話してたもの。あ、そう。ネタ合わせっつって言って、ファミレスで集まった時。すごい、これがすごかった、あれがすごかったみたいな。え、足りない二人のことじゃなく、その前よ。あ、会う前ね。だから山、そうそうそう、会う前。あ、うん。あ、本読んでね、ここがなんかすごいみたいな。いや、あれはもう、うん、M1 の時の、うん、驚愕だったね。腰が抜けたっていうか、はいはいはい、あれから結構ツッコミで笑い取るみたいな漫才フォーエバー増えたもん。関東の言葉で。なるへそ、確かにそうかもね。いつからお前とか呼ぶようになったのいや、本当だよね。なんか、徐々になんだろうね。急に、急にじゃない。その、番組を収録してライブをしていく中で、その、なんだろう、なんだろうな、その、山里亮太の部分を見るに従って、そうなってたんだろうな。なるほどね。これはもうお前だなってことになったんだろうね。どっかで。いや、あれ覚えてんな。でも最初そうだよな、うん、中野の居酒屋だったんだよな、安島さんと3人で。そう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 、思い出しちゃうな、あれ。うん、いや、それで言うとあれだよな、あの漫才をあんなさ、森本くんもさ、海人くんもさ、あんな、なんかやっぱなんだろうな、なんでだろう、歌ダンスリズム感なのかな、ああいうのできちゃうのって。ああ、そうなんじゃない？歌とかダンスとかとなると、ダンスとかすごい頑張ったらできんのかな、我々も。いや、できないだろで、それは漫才をずっとやってるからなんじゃないの、漫才。向こうからこっちはいけない、こっちから向こうはいけないのかな。いや、逆に、まあ歌とかはあれだけど。まあでもエアロビやってたからね、カスは。あれも関係、いや、でもレベルが違うもんね。でもさ、なんかさ、間抜けっていう言葉あるじゃん。やっぱ間じゃん、やっぱり。うんうんうん、でさ、やっぱ、そういうことなのかな。リズム感がいい人っていうのは、うん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 、なんか、スポーツとかもできそうじゃん。ああ、そうね。うん。確かに。うん。うん、スポーツもなんかリズムとかもあって言うもんね。あ、そう。言う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 。あ、うん、うん。なんか言ってたな、なんか、柔道のメダル取った人。ああ、柔道とかありそうだな。うん、金メダル取った人がさ、あ、でも、あれ収録の時かな。山田ボディが言ってたわ、ボクシングもリズム感だって。ああ、そう。うん。やっぱそうなんだよ。なんか、うん、お子さんがやってなかったんだよね、その柔道、うん。で、なんでお子さんに柔道、やらせないんですかって言ったら、うん、リズム感がないよ、つって。へぇー。うん。それ見てて、あ、これはもう無理だな、つって言って、柔道、だから相手のこの裏の、なんかリズムとかさ、あ、リズムを読む、そのリズムの、その何、はいはいはい、間の、はいはいはい、谷のとこで技かけるとか、はい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 、なんか言ってて、はぁーと思ったことあったな。リズム感いいの？エアロビやってて。リズム感良くないと思う。エアロビも。怒られた？うん。あと、ずーっとやってるからさ、なんつうの、うん、ここでリズムでやってなかったね。
リズムでやらないでできんのエアロビって。うん、だから動きを全部覚えれば、その曲が後からついてくるじゃないけど、ワン、ツーとかで、あのカウントでできないのよ。この動きしてこの次、この足上げるとかで、覚えてたから、フワちゃんなんかこのなんか、カウントをこうね、取って、カウントのなんかズレがどうたらとか言われてたけど、全然わかんなかったね、私は。ああ、そうなんだ。うん、この技の後、ここで、ここまで移動してるとか、動きだけで言ってた。じゃあ、松永が言ってたけど、R指定のリズム感ってもうすごいらしいよ。ええー。すごいんだって。それはどういうことそれは。わかんない。説明してもらったけど。わかんない。わかんない。ただ単に歌が上手いとか、ね。でも芸人がみんな言うのは、033とやったライブもそうだけど、R しては絶対落語できるってみんな言うのよ。それはリズムのこととか言ってんじゃないのみんな。なるへそ。わかんないけどね。なんか共通するものがあんのかね。そうだよね。だけど、南原さんになんか、なんかリズムが悪いって言われてたよな春日って。言われてた。それもいい、ね、しかも最後のロケで、うん、来週放送される際に。本当よ、うん、結構ダメ出しの時間なかったか、いろいろね、まあ、ありがたかったけど、最後の最後の一緒にドライブ、3人でドライブ、3人きりでドライブしながら、春日はね、うん、話しごたえがないって言われて、ちょ、最後なんすかつって、もっと感動的なね感じお願いしますよみたいな。なんか言ってたよね。そうだね。若林いいんだよつって言って。でもなんか本当に来週で卒業だけど、うん、まあ寂しいな。まあね、12年。ねえ。毎週ね。12年だぜ。12年よ。な。本当よ。江戸一緒だもんな。だから何回ぐらいなんだろう。まあ700までいかないけど、相当の回数ってことだよね。でもなんか、こう、ずーっと楽しくなってったな、こう、右肩上がりで。そうね。うん。うん。そうすると始まった頃どうなんだって話になっちゃうけど、実際そうなんですよ。実際ね。わけ分かってなかったしね。ああ、そうか。やり方とかもね。うん。うん。もう今じゃもう芸能界きってのナンバラ派だから、俺は。若林さんね。過激ナンバラ派。もう南原さんが言うならもう何でもする気持ちは私ありますから。そこまでになったんだ、ね。過激南原派ですよ、今。まあ来週ぜひ皆さんに見てほしいですね、うん。はい。ということで、やっていきましょうか。はい。日レイプレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい。日レイ、井出光興産、日本触媒、種の滝、AK レーシング、長州産業、JA 全農、テンパール工業、昭和産業、石黒、オリエンタル工母工業、キュレル、ヤクルト、渡辺パイプ、ジーマ、ネットフリックス。以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。ローズドゥ東京ドーム。来年2月18日開催のオードリーのオールナイトニッポンイン東京ドームに関連した話題をお届けしていきます。ドームライブ宣伝 T シャツ、ヘアバンド、ステッカーは現在発売中で、現在も発売中 で、うん、で早めに注文していただいた方からそろそろ届き始めるんじゃないかという予定でございます。なるほど。で、現在も注文可能なので、はい、6月20日以降に注文の方、8月上旬発送予定と。これでも夏になって T シャツの季節で、うん、街で見かけたりしたらね、うん。いや、あるよ、あり得るよ。これ、俺たちはもちろんのこと、みんなも T シャツ見かけたら、話しかけて、ご苦労様ですって言って。まあ、その、ね、別に。1000円ぐらい握らせてもらったような気もするし。そんなにお手当てを、うん、お手当てあげる、差し上げる、それ偉いことありますよ、それは。まあ、合言葉、ロードトゥートゥードって言いながらね、このスタッフがかつてないヘアバンド率、ラジオ放送始まって以来のヘアバンド率の高さを、そうだね、みんながヘアバンドみんなしてね、してみるとなんか別になんか違和感なくなってくるので、うん、ちょっとカルトの雰囲気もしますけどもそうだね。いやでもね、やっぱり一丸となっていきましょうよ。でね、東京ドームライブ宣伝ポスターをね、ええ、ミックでも見たじゃない、うんうん、でポスターを貼りたいという
声にお応えして、うん、明日お昼12時から宣伝ポスター販売する。これがね、うん、最初はなんか貼ってくれるお店に送ろうとしてたの。でも、はいはい、なんかステッカーで転売クソ野郎がいて、うん、その結局嘘つかれて送って、うん、転売とかされて不公平感出たらっていうことで、うん、結局1枚1000円ということにさせてもらって、うんうん、あの HMV& ブックスオンラインね、はいはい、ブックショップでの販売で、うんうん、販売になったんですよ、うんうん、本当はね、いろんなお店協力してくれる方にそう、ね、お願いしますって貼ってもらおうと思ったんですけど、結局そうなっちゃったらって話になっちゃった。なるほど。確認取れないじゃない、ちゃんと貼って。まあそうね、うちもうちも何をやっててっていうね、それはね言えるかね、言いようだから、まあ、ステッカーね転売したやつのせいなんですけども、うん、で、あの、まあ、5枚セットで4500円で10枚セット8000円ということでやってるんですけど、うん、10枚セットで注文する人はいないと思うけどな、うん、どういうことなんだろうな。まあだから一丸となって何人かでっていうのはあるんじゃない、うん、あ5人なり10人なりで、そううあしたら1枚あたりがねちょっとお安くなるからみたいな、うん、はいはいはい、はい、商店街じゃなくて商店街の注文は10枚セット。いやでもそう考えたらさ、でいくんじゃない、ふらっと入った町中華とかに貼ってあることに遭遇する可能性もあるのか。あるよ、ポスター。そしたらね、そしたらやっぱり、うん、お前ちゃんと話しかけるか、そうなったら、まあ、店にあったらね、店、うん、なんていうのじゃん、どうすってことですか。そっちはロードって言いながら握手しない。い練習してみちょっと、うん、それどのタイミングで、ね、会見の時ってこと、お店多分飲食店だとなったら、うん、どのタイミングで、その注文の時。いやいや、めんどくさい。めんどくさいって何よ。考えるのが。だって接する時がないじゃん。考えるのがめんどくさいから、うん、そのネットの意見を鵜呑みにしたい。どう調べたら出てくるんだよそれ。ロードトゥー東京ドームの言うタイミング。あ、めんどくさいから、あのネットの意見を鵜呑みにしたいな。あ、鵜呑みにしたい、ネットの意見を。自分の頭を使わずに考えてくれよ、それは。考えるのがめんどくさいから。考える癖がついてないから、うん、生まれた時から子供時代も含めて、ネットの意見を鵜呑みにしたい。それは恐ろしいことです。自分の意見として喋りたいわ、ネットで見た意見を。ああ、ネットの意見を鵜呑みにしたい。恐ろしいよ。あ、終わっちゃった。終わっちゃった。なんだ今。あの、今日トークっていうか、なんか推理っていうか、推理、まあタイトルつけるなら空白の45分っていうか、ほう、なんかミステリーだね。あのね、あれどう何の話からそうなったんだっけな。あ、なんか西武球場で交流戦の阪神と巨人、阪神と西武、春日と見たじゃないですか。うん、見てましたな。ね、うん、で、うん、俺とクリちゃんで、うん、車で、うん、あの、ベルーナドーム向かってたのよ。はいはいはい。うん。うん、で、クリちゃんと喋りながらしてて、うん、で、なんかクリちゃんが、うん、ベルーナドーム近づいたら、なんか春日さんが、うん、いや、もうついてるはずなんですけど、うん、みたいな、西武の広報の人と、なんか、偉い、なんか、なんか、こう、立て込んだ感じだなって思いながら運転してたのよ。うん、で、なんか、春日さんがいないっすかみたいな、うん。いや、もう、ついてるはずなんですけど、うん、みたいな。で、また、岡ちゃんと電話して、うん、岡ちゃんが先ついて、うん、岡ちゃんにも、いや、春日さんもついてる。あ、そうっすかみたいな、うん。でも、西武の広報の人は、あの、駅の改札迎えに行ってるけど、いないって言ってるんです、みたいな会話があったのを覚えてて。はいはい。で、なんかの話から、そういえばなんかあの、ベルナドームの、着いた時の、着く寸前の、あの、なんか、春日がいないの、あれ、大丈夫だったの、結局、みたいな。なんかその話になったのかな。ああ、はいはい。でね、うん。岡ちゃんに、聞いたんだけど、なんか、石澤マネが、うん。春日の方ついてるじゃない。ほうほう。で、春日が、その、西武ドームに向かう電車に、都内の仕事から乗った時間がわかるから、そう、岡ちゃんに、
あの、何時何分のこの電車乗ったんで、ネットで調べたら、何時何分に西武の、うん、あの、駅に、もうもうそう着くと思いますって送ったんだと。うん。で、それが5時20分に春日さん着く、みたいな感じだったんだって。うん、それで、岡、うん、ちゃんは、なんかあの、だ 6時プレイボール、だったのね。うんうんうんで、ほいで、5時20分頃候補の人いたけど、春日がついてないと。うん、で、今度は、俺とクリちゃんが駐車場に到着するから、春日がいないから、で、うん、候補の人はすいません、じゃあ、若林さんの方のアテンドに行きます、つって、俺の方来てくれたの。で、まあまあ、ありがたいよね。で、席まで案内してくれた。で、岡ちゃんが、その、春日さんまだですかって言ったら、春日から返信があって、あの、6時5分頃、あの、駅に迎えに来てくれと、言われたんですよね。で、これ、ここが空白の45分っていう。ああ、そういうこと？ことで、5時20分で6時プレイボールで、俺より早く着く予定のラインが来て、それでね、で、え、何それっていう話で、になってたの。で、で、それ何だったのって岡ちゃんに聞いたら、いや、なんでですかね、ついてるはずだったんですけどって言って、岡ちゃんは、なんか、所沢駅とかに、なんか、あの、春日さんは、あの、郷土愛があるから、所沢駅とかに降りて、時間もあるし、なんかちょっと歩いたりしてたんじゃないですかって言うのよ。ほう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 。で、いやでも、あの、西武ドームの前に郷土愛挟むかなって。いくらなんでも。西武阪神。で、まあ試合がね、あるわけで、その、そんな話があって、クリちゃんとまたなんか会って喋ってた時に、その話を思い出して、なんか電話で偉い、なんか広報と岡ちゃんとなんか着く前、あれ電話してたのあれ、あれがなんか今、俺と岡ちゃんの間で、予測合戦になってるっつって。だからなんか、クリちゃんは、いや、あ、そうなんすよ、みたいな。なんか着く時間に来てなくて、なんかちょっとバタバタしてて、広報の人が行ったり来たりさせてやって、申し訳なかったんですよ、つって。それなんでなのつったら、クリちゃんが、クリちゃんの予測が、春日が結婚する前の間にコンパとか、結構クリちゃんとしてるじゃない。でその感じで言うと、その、春日さんって必ず遅れてくるんだと。ほうほうほう。その、そういう場に。ほう。だから、その、若林さんが先にいるところに遅れて入ってきたかったんじゃないですかって。ほう。言うのよ。ほう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 。で、それで、え、それな、なんでつって、いや、なんですかねみたいな。うん、で、俺は、なんか、田淵選手、田淵さんが、なんか、セレモニーやってたの。ああ、そうよね。うん、プレイボールの前に。らしいよね。そう。で、俺は、なんか、田淵さんの春日がこれ見たかっただろうな、とか思って。見たい。だって、まず最初にファンになったら田淵選手だもん。ライオンズのちびっこの時ね。そうそうそう。世代だし。で、なんか、それもあるし、あと、阪神がいきなり、先頭バッターから出たりしたから、二人で YouTube で盛り上がった方が、クソとかいう絵も撮れたから、早く着いたなら同時に見始めた方が盛り上がるじゃない。そうね。とか、思ってて。で、そのなんか、クリちゃんは、なんかその、やっぱ主役登場、遅れてきた方が目立つっていう感じで、春日さんがあるんですよ。なるへそ。で、はっていう、今はそうじゃないんだけど、なんか、あのね、日向坂の番組で、このラジオでも喋ったことあるよね。ピンマイクつけて、で、俺の方が、スタッフに、あ、若林さんって、なんか直前に捕まって、誰々には言ってないんで、こうしてくださいとか、まず最初に誰に当ててくださいとか、こう、言われて、ああ、なるほど、みたいな、こう、台本見ながらっていう。だから、カスがピンマイクつけて、入ればいいのに、ピンマイクつけたまま、なんか、うろちょろすんのよ。うん、で、俺が先に入って、ちょっと遅れて入ってくるっていうことがあって、今は先入ったりしてるあ、早く喋りたいからね、日向だと。そうね。うん。で、いや、でも、クイちゃん、さすがに40超えて、YouTube で遅れて入って来た方が、主役登場感があるはないと思うよって、じゃあなんで遅れて入ってきたんすかねっていう
話でちょっと止まって、これが世にも奇妙な物語っていうか、感じで、じゃ真相を俺知りたくて、かつその空白の45分の。はいはいはい。ちょっと音楽って出せんのかな、世にも奇妙な物語の。ちょっと、これちょっと教えてもらっていいね。どういうこと、空白の45分。いや、これは、いや、なんかね、正直あんま覚えてないんだけども。酔っ払っちゃってた。そう、ベスコン。で、何かがいるか飲んでたんだよね。そう、終わりで。4杯ぐらい飲んでたんだっけ。そう、ベスコンってやっぱ飲んじゃうから、うまくて歩いてるし、大概、でも、それでもちょっと抑えたの、いつもよりは。いつもは、もっと飲む。そう、ね、そのままもう家帰るだけだから、もうベスコンの後は何もね、D ちゃんにそれ入れてないから、もうそういう状態になるっていうのは初回で分かってるから。飲んでるから。飲んでもうね、いい感じになっちゃってるって分かってるから、で帰るんだけど、一応その野球があるから。ちょっとタモリさん僕喋ってもらって。その当時はですね、ベスコングルメ終わりに、こうだいぶこのビールは入っちゃってましてね、入っちゃってて、あんまり覚えてないんですけどもね、何をしてたんですか、よ、空白の45分の間。いや、だから向かってはいたんだろ。え、ちょっと待って、もちろん。本当に酔っ払ってたってこと？まあ、それもあるし、でも、遠かったのよ。終わった現場が。そうらしいね。東京のなんか下の方だったの。で、もうだから、なんていうの、この、東京のね、下の方だったからね。こう、まあ、かかるじゃない、時間が。時間はかかる。時間はかかる。と思って、まあ、普通に、向かってたんだよな。向かってたんだよね。でね、なんかね、どっかのタイミングで、確かにね、なんか岡田マネージャー、栗ちゃんとやり取りしたのか、最初。で、広報の方がいるとかっていうの聞いてたんだね、駅に。あ、そうなんだって思ったりしつつ、岡田マネージャーからもなんか連絡が来てて、今この辺ですと。若林さんが。ほいで、なんか途中で変な、寄ってたからかな。なんかおかしなことをなんか、すいません。なんか、なんだ、ちょっとお待ちください、みたいな。向かってんのまだ。私まだ向かってるのに、お待ちください、みたいなのが、岡田マネージャーから来たりとかしてて。ん？いや、待つも何も、向かってんだけどな、とか思いながら、行ってたのよ。で、着いたらなんか候補の方もいないし。これなんだ、どうしたらいいんだみたいな感じにはなったんだよね。そこは覚えてる。そこは覚えてる。で、まあ、その時点でもいい時間だったのよ。で、岡田マネージャーが迎えに来てくれるっつって。改めて、候補の方じゃなくて、今上に上がっちゃってるから、ね、代わりに僕が行きます、なんつって言って、で、来てくるのをちょっと待ったっていう。あ、そうなの？普通に向かってたんだよ、私はね。あ、そうなんだ。別にどっか寄ってたとかじゃないんだ。まあ、そうだね。岡田マネージャーが来る間に、ちょっとコンビニエンスに行ったけどね。え、コンビニ？それでも45分もかかんない。岡田が来る間にコンビニ、なんかあと長いよね、なんか。あんまり覚えて、普通に、だから普通に向かったってことよ。別に何も考えてないってことね。何も考えてない。ああ、そうなんだ。だけどちょっと遅れて行った方がかっこいいだっていうのは、ちょっと思って、岡田マネージャーを待ってる間にコンビニエンスに行ったから、栗ちゃんの説が間違ってるわけでもないのよ。なんかそれが、それちょ困るな。いや、なかったらないでいいんだよ。そのいや、だから、って言った方が、すでに、かっこいい、入りやすいっていうか、なんか現場に、はいはい、YouTube にしても、それはちょっとあったから。岡田マネージャー来る前に。じゃあちょっと待って、今なんか、よく覚えてないんだよね、みたいな、長かったじゃん。で、それは迷ってたの、その、正直、自首するかどうか。まあ、それはいいじゃない。
それはいいじゃない。その、なんか、俺をさ、その、YouTube にしても、前座にするなよ。うん、何遅れて入った方がどうなの、うん、なんかそれ一番恥ずかしいのが、早くついてたのがバレてることなのよ。コンビニで時間潰して、俺先に入らして、遅れてきて、うんうん、いや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 、どうなってんのよ、じゃないのよ。どうなってんのか、お前はそのままついてればわかるんだから、うん。それは別にいいじゃない、そこはさ。そこはいいじゃないか。うん。それは、じゃあ、クリちゃんの説が正解でいいの、うん、もうこれは。まあまあまあ、そうね。うん、うん。それ45分待ってはいないけども。あ、そうなんだ。うん、あ、もうちょい。そうね。時間短いけど。そこまではないけども。うん。コンビニエンスが、まあ野球の前だからね。うん、駅前にあるコンビニエンスが混んでるなっていうのは分かりつつも。うん。試合始まる前だもんね。行って、お茶を一本買って。うん。行ったってのはちょっとあるけどね。え、それでお茶、それだけではそんな時間潰せないじゃん。うん、で、そのさ、歩いてたの、その、また一人ベスコンやってたの。いやいやいや。おいのね。おいベスコンを一人。一人ベスコンやってたの、西武球場の周りを。いやいやいや。そこまでぐるぐるは待ってないけど。郷土愛で。あの、ここがねって言いながら、一人なのに。僕がバイトしてたところで、ね。一人なのに。あの、試合見れるかと思ってバイト入ったんですけどね、みたいな。一人ベスコンやってたわけじゃなくて。いや、そこまでやってないけど。うん。うん。ちょっとだからね。でも、ね、まずその、一、うん、点、その、うん、遅れて入ってくることってそんなにかっこいいから。目立つけどさ。いやいや、だからね。目立つってこと？まあ、それもあるし、うん、ちょっとこの、うん、何、待望のみたいなのあるじゃん。主役登場感ね。そうね、そうね。待ち、ちょっとやっぱ待つだけじゃない。はいはいはい、はい。ね、はいはい、やっぱちょっと待って登場の方が、はいはいはい、はい。うん、すでにいるよりもさ、はいはいはい、あの、スペシャル感。あるじゃん。まあいいけど、だからそう、うん、俺を前座にするなよ。俺普通にお前かっこ悪いよ。よっしゃースリーベースいや、それはね。うん。うん、それはピエロ、とんだピエロだよ、お前。まあでも俺のせいかもしんないな、その、うん、漫才の時遅れて入ってこいって言ったのは俺だから。まあそうだね。それがなんかこうずっと続いちゃってるのかな、うん。うん、やっぱ遅れて入るっていうのが、うん、うん、いいことなんだっていうね。ただ一個だけだな。うん、広報の人には申し訳ない。うん、あの、もう、謝った方がいいよな、これは。いや、そうだね。うん。私の演出のために。そう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 。うん。行ったり来たりして、結構な距離だからね、あれね。いや、だから汗だくなったのよ、広報の方が。だから、何が起きたのかなとは思ってて、その話がなんかぶり返されて、この間、なんかのタイミングで。なるほど。空白の45分。で、なんか、その、迷ってた、さっきは。うん。あ、その主役登場、遅れて、うん、その、なんだろう、だから、あったよね、うん。遅れて入っていくってことを言うかどうかが。うん。うん。まあ、それはいいじゃない。何でもかんでも明らかにすればいいってもんじゃないのよ、若林さん。そう、いないよ、ジャーナリズム精神。ファンタジーを残しといてちょうだいよ。頼むよ。まあ、そうだったってことだな、うん、じゃあ。先々週か、うん、まあ、スペシャルウィークの時にね、あの、星野さんの番組に久美さんが、うん、まあ、久美さんとフワちゃんが、うん、まあ、ゲストで呼んでもらって、はいはい、で、まあ、結果的に私もね、うん、あの、出させてもらったんですよ、うんうん、あの、エンディング近くで。うん、で、まあこれ、まあ放送の中とかでも、うん、なんかいろいろね、こう、春日まだかみたいな感じになってたんだけど、うん、あの、当初の予定で、私の中の予定では、うん、全然違ってさ、うん、エンディングにね、うん、エンディング近くで出て、うん、は春日、来たんだ、みたいな感じにしたかったんだけど、うん、もうのっけからバレてたんですよ。春日がね。お前その、うん、もう、その、うん、そのなんだろう、うん、二部作になっちゃってんじゃん、今日。春日遅れて入ってくる、かっこいい主役登場か。それやっぱり、いや、さあ、やっぱり春日ってそこだから、セットだから。春日ってピンクベストと七三と遅れて入る、ね。でもやっぱお前って、やっぱそういうとこちょっとあるよな。うん、なんか、うん、平気で人を出しにするとか。いやいやいや。ちょっと言い方悪いな。だっていや、その、うん、俺は、うん、俺別に西武球場で、まず俺自体が、遅れて、
来ることがかっこいいと思ってないから。で春日が、でも、なんか、はいはいはい、まあ、田淵さん見て欲しかったなっていう感じぐらいなんだけど、うんうん、なんか、栗ちゃんとの飲み会にわざと遅れて来るんすよっていうのは、そこはマジで、きついな、あいつとは思ったよ。いや、待望ので行きたいじゃない。うん。ね、希少性がどれか、ね。なんか、それで、うん、そんな話栗ちゃんに、いや、俺さすがにないと思うよって、いやーって、春日との方が、うん、俺よりいる時間長いじゃん、栗ちゃんの、うんうん。YouTube 編集してると、うん、春日さんって、うんうん、なんかめちゃくちゃ髪型直すんすよ、うん、編集してるとわかるんすけど、あ、はいはいはい、あれやっぱ、うん、なんか、うん、髪下ろしてる春日かっこいいと思ってると思うんすよね、うん、自分でつって、いや春日ってそういう感じないと思うよ、まあまあ、なんか私服変だしつって、変ってなんだそこでなんか変な説得力を持たすんじゃないあ、でもそれもかっこいいからサンダルしか履かないとかなんのかみたいな話クリちゃんでその、うん、その感じは、うん、実は俺も聞いてた星野さんの、ああそう、それはまあちょっと別、うん、別方面から入ってきてましたよ、ね、あ、そうですか、情報は、そう、自分の中でのそのね、出方というかさ、うん、理想の形はそれだったんだけど、え、うん、ちょっと待って、まず、うん、クミさんとフワちゃんゲストじゃん、うん、で、それはどう想定してたの、春日の中で自分が出るかどうかのことに関して、最初は、うん、まあ、出ないっていうね、まあね、うん、うん、やっぱこの二人の、うん、まあ、感じがいいじゃない、うん、で、あとそのまあ、全出るつもりは全然なかったのよ、うん、当初お話をいただいた時はね、うん、クミ、うん、さんが出るってなった時は、うん、それはそうだよね、その二人のものだし、オファーが、うん、あとはあの星野さんは別に来てほしいわけじゃないんだから、いや本当に星野さんって、まあ、星野さん来てほしいかもしれないけど、うん、星野さんのスタッフは待て被ってんだぞここのスタッフなあ、あのヘアバンドしてる男だよ。落合は、別に来てほしいって気持ちはないんだから。まあね。うん、うん、確かにそれは感じだよ。だって、うん、コメント取ったわけだからさ。うん、お聞きの皆さんっていうね、うん、やつの、うん、コメントをお願いされたぐらいだから、うん、ああ、もうね、それは思ったけども。うん、けども。で、だから当初はそう思ってたのよ、うん。で、何よりやっぱ呼ばれてないっていうのもあるしね。うん。うん、呼ばれてないっていう。呼ばれてなかったら行っちゃダメだよ。行っちゃダメだし、うん、うん。やっぱりちょっとそこで、うん、強情になってた部分もあるしね。どういうこと？うん、呼ばれてないなら行かない。呼ばれてないぞっつって言って。ああ、うん、そういうこと？ああ、そっちがそう来るんだ。もう出たがりだな、お前。お前、出たがりの裏方だな、お前。なんで裏方なんだ表で、表。表出してくれ、表に。そう、うん。で、クミさんからも、ちょっとね、春日も、来てほしいな、みたいな。不安だから、みたいなこと言われたりもしたんだけど、もうそこも意地になってね。うん、呼ばれてないから。うん。聞かない、みたいなことは。まあ、わがままな人間だからな。そんな言い方ない。自分が主役だと。そんな言い方ない。遅れてくるし、ヒーロー。遅れてきたヒーローじゃないよ。遅れるヒーロー。ただただね、遅れていくヒーロー。って思ってたんだけど、うんうん、なんか聞いてたら、ね、その前の週かなんかかな、星野さんが、笠原さんにも来てほしいな、みたいな、ことを言ってくれてたのよ、うん。ありがたい話だよ。ありがたい。おー、したらもう、おー、そうなの？と思ってさ。うん、まあ、ね、でもなんか、バッと行くのも、普通に行くのも、うんまあ、おかしな話じゃない、うん。呼ばれてないんだから、正式にさ。うん。うん。だから、なんかちょっとね。まあ、星野さんが来てほしくてもね、落合がね、うん。なんでだよ、お前お前やっぱなんか、クミさん、フワちゃんで、成立するっていう、うん、このラジオの良さ。うん、まあ。っていうの、落合欲しかったから。確かにな、うん、落合、だけ、なんかちょっと盛り上がってなかったような気もするな。そう考えると。まあ、ね、まずその前に、そんなに好きじゃないっていうの、うんうん、そもそもの話いや。それ話変わってきちゃう。でも、これはむずいよね。うん。むずいっていうか、俺は、俺だったら出ないかなとは思って。うん、ああ、うん。だから、最悪、まあ、出なくても、まあ、仕方がないというかさ。うん。うん、行くだけは行って、ね。うん、っていうつもりでもあったけど、まあ、とにかく行くと。いうのは、決めてたのよ。
うん。うん。で、まあ、最後の最後に、実は、みたいな感じでね。うん。うん、出て、わー、みたいな、のがいいなと思ってたんだけど、うん、本当に、全部バレててね。うん。うん、クミさんとフワちゃんにさ。うん。うん、で、もう、行く道中は、うん、ね、クミさんのその、タクシーチケットをね、置いといてもらってさ。うん、うん、そうね。そう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 。うんうん、それ。え、ね、クミさんには電車で行かしたってこと、うん、クミさんが電車、だから、そこは促してない。その、クミさんは電車で行きたいと。うん。なんかこう、ゆっくり、だから森明さん方式。ああ、小玉で来るって、ね。そう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 、いろいろ早く着きすぎると、ちょっと気持ちの準備ができる。うん、そうそう、森明さんと同じの、うん。なんかちょっと怪しいけどね、宅地家置いていってるっていうのが、なんかその、言いはしなかったけど、みたいな。うん。だけどでも、うん、その辺からもクミさんは、こいつ来るなって。ダセーなぁ。分かってたらしいのよ。あ、まあいいや、それで、うん、うん。それで、うん、ね、向かいながらさ、うん、ちょっと、春日的にワクワクしたわけ。うん、ね、うん、これは驚くぞ、とか思いながら。日本それね、まあ。はいはい。そうそう、向かってたのよ。うん、したら、ちょうど、着いた時に日本放送に、うん、着いた時にゲストの呼び込みがあって、うん、クミさんとフワちゃんがこうね、うん、登場したわけよ。はい、で、ああちょうどの時になんか着いたなとか思いながら、うん、でまだワクワクしてんのよ。うん、したらもう結構のっけの最初の早い段階で、うん、その春日もその向かってると、うん、その GPS でね。うん、一緒のそのアプリケーション入ってるからさ、うんうん、お互いの位置情報、位置の、うんうん。それでもう、こう、動いて、うん、もう日本放送の近くまで来てるみたいな、ことを言ってたのよ。うん、で、それ聞いてさ、うん、焦っちゃってさ、うん、バレてると思って、うんうん、私のプランじゃないわけさ、あ最後にね、出るって。遅れてきたヒーローをやりたい。遅れてきたヒーローをやりに、来てるわけだから、それをもう でさあ、うん、どうしようかなって、もそっから怖くなっちゃってさ、あこれはむずい、いいよね、むずい、うん、これな、帰った方がいいのかしら、逆にね、うん、なるほど、一瞬だから、もうあの一階のエレベーターホールでうろうろしちゃってさ、うん、本当は上に上がってね、こう空いてる部屋でさ、うん、待って聞いてようと思ったけどさ、うん、これはいや、でもそれもおかしいよなっつって、もう日本放送のね、あたりまで来てるっていうのは分かった上で、うん、家帰っちゃってたら、うん、おかしいじゃん。それは変だよね。で、まあ、とにかく、まずやろうと思って、やるべきだと思って、その、アプリケーションを削除したのよ。うん、ああ、なるほど。もう、全然遅いんだけどね。遅いよね。うん、そこにもう、日本放送に行き着いてるっていうのがさ、もう言っちゃってるし、ね、言っちゃってるし、分かっちゃってるけど、うん、今更ね。うん。うん、でも、で、まあ、とりあえず、うん、そう、控え室というか、空いてる部屋上がろうと思ってさ。うん、で、まあ、上がってさ、うんうん、で、まあ、聞いてても震えながらよ、どうしようかな、つって、うん。お前、空白の時間が多いな。うん、空白よ、そっから。遅れてくるヒーローって空白の時間があるんだね。うん、やっぱ空白作らないと遅れられないから。いるんだもんね、そこに。いろはだね、遅れてくるための。うん、日本放送にも、ベルーナドームにもいるわけだよ。いや、いたのかよ。お前、なんでさっきの酔っ払って、電車って酔っ払ったからって遅くならないから、なかあそこ変だったよね、カスがね。自首するか迷ってるところね。そこもちょっと遅れてるし。うん、やっぱ空白作んないとどうしたって遅れられないから。うん、でもその、さよね、うん、その日本放送の空白はその、まずどうしたもんかいなと。うん、出るのか出ないのかっていうね。あ、星野さんのラジオ、ね。そう、出させてもらえるのか、うん、否かっていうところでさ。うん、で、ずーっと考えながらさ、うん、したらもう、でもまあ、そんなんもうね、うん、そう、春日の存在なんて、うん、吹っ飛ぶぐらい盛り上がってですね。はいはい。わーなってて。はいはい、で、うわーで、その間もあんまりその、入ってこない頭にも。うん。ラジオは流れてるけど、いろいろわー盛り上がってるなってのはわかるけど、うん、うー、どうしたもんかいのつって。うん。そしたらもうあっという間に2時とか回っててさ。うん。で、まあ一応、着替えようと思って。うん。ね、その完全体のベストとか持ってきてたからさ。うん。うん、着替えてさ。うん、用意もして、ね、用意もして、ビチッとさ、うん、完全体の春日になったまま、うん、ずーっと上の階で、
はいはい、足閉じて。震えてる。震えてこうやって。うん。うわ、わからんっつって、もう里光に連絡でもしようかなと思ったけど、もう遅いからさ。うん。次の日も早いわけでしょ？うん。なんか迷惑だな、ここでね。うん。迷惑だな、これは自分でなんとかしなきゃいけない。と思って、こうやってずっと。うん。待ってたのよ。うん。そしたらさ、うん。もう終わりぐらいになってね。うん。富山さんがさ、来てさ、まあ、春日さんと。で、まあ、そのね、春日がいることは知ってくれてたから、皆さんがお待ちですと。で、もう最後の、これね、次が最後のブロックになるんで、ここを出ていただかないと、もう終わっちゃう。もう終わりますって言って来てくれたんだけど、普通だったら、ありがとうございますって行くじゃない。ね、下の状況もわかんないし、声だけど、実際どうなのかってのは知ってるわけだから、富山さんがね。行くんだけど、もうなんか、震えてたし、いろんなことにさ、もう疑っちゃってるからさ、カスガのことはめに来てんじゃないかみたいなさ。ね、富山さんが。なんかこう、呼んで、恥ずかしめを、ね、あえて、受け差しに来てんじゃないかみたいな感じで、なんか、そういうところもあってね。でもまあ、ちょっと、来たしそう言ってるから、行こうっつって言って、で、最後のその、ブロックだけ。もう数分よ。ね、ちょっとどうなのかなと思いながら降りてったらさ、その船崎ね、D とかもいるのよ。うんでなんか、私の目にはニヤニヤしてると思ってね、映って。なんかみんながどうなんだろうっていうね。まあだからニヤニヤはなんかその違うニヤニヤだよね。なんか来てんだっていう。で、バレてんだっていう。え、ね、いや、そうね。何、その、家出たのは何時なの？家出たのは、もうラジオ始まる前ぐらい。ああ、そう。1時前ぐらいかな。1時前ぐらい。うん。あれ、時間、ついた、その、D ちゃん合ってる？その時系列は。ああ、そうなんだ。そう。で、着いたら、で、もう、始まる。なんか、その話にもなったのかな。ああ、なるほど。そう。で、だから最後だけさ。うん。出してね、もらったら、すごい盛り上がってくれてね。はい。あ、よかったっつって言って。はいはい。あったらもうちょっと早く行ってもよかったぐらいなんじゃないかしらっていうぐらい。乱入ってこと？まあ乱入、そうね。まあ乱入って形にはならなかったよ、だってね。呼ばれてんだもんね。呼ばれてんだから。通常のスペシャルウィークのゲストの呼ばれ方で。普通の、だから呼び込み。乱入にもなってないんだよね、だから。乱入になってないの。私は乱入希望だったんだけど。はい。ついてみたら、乱入していいのかなってなっちゃって。そう、乱入ってかっこいいじゃん、だって。なんつったって。生放送の乱入ってさ。そういうなんかね、私がそのすごいラジオ聞いた時もなんか、たまにあったし。はい。そうするとやっぱり聞いてるもこうさ。はい。本当に来たんだみたいな感じで盛り上がるわけですよ。はい。それをね、希望してたんだけど。はい。なんか、ようやく来たみたいなさ。あれでもね、この話ってどういうことなんだろう。春日が、ずーっと出たいと思ってるって話だよね。よく考えたら。この話ってそうだよね。まあそうだね。普通なんかこう、クミさんが、生放送中に、春日の暴露して、おいおいおいってなって、1時40分にタクシー飛び乗って、GPS 見たら、大変だ春日が向かってる。で、ついて、乱入してくれないとね。だから、そう。もし自分がパーソナリティだとして、向かってんのは分かって、ついてんのに待ってるって。そう。だからその、いや、どうぞっていう感じじゃない。乱入してって思っちゃうかも。多分思ってた、星野さんも。だから、富山さんがしびれ切らして。そう。だそうだよね。乱入してよってことでしょ？スタッフって。ずっと待ってたんだよね。乱入を。乱入待ちだよ。うん。遅れてきたヒーロー乱入待ちなんて、お前。そんな言葉ないんだよ。矛盾してるからね。うん。仮面ライダー遅いなーってショッカーがこう、まだかなーって。誰だとはならないわ。なんかこう、なんか倉庫で膝抱えて仮面ライダーが、今タイミングとか言って。
いやもう、来てほしいなーってショッカーが言ってる感じ。いや、そうよ。そうなのよ。でもまあね、暖かくさ、迎えてくれてね。うん、迎えてくれたとか、その、待ちわびてくれってさ。はい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 。乱入待ちだからね。乱入待ち。全然楽。こいつ。だったらなんかこう、仲良し夫婦、うん、本番前から一緒に来てます。うん、で、入れないとかね。うん、いや、そうね。まあ、でも、星野さん入れないは意地悪する人じゃないかもしれないけども、一番中途半端になっちゃったってことだよね、だからね。そうね、そうね。で、どうすればよかったの？理想は。結局。どうすればよかったんだろうね。まず出る出ない、行く行かないもあるし、あとは入るタイミングと家出るタイミング。うんうん、で一番なんか嫌なのはやっぱり宅地系のとこだよね。うん宅地券とこやだわそう、だからそこで、多分そこでバレたんだよね。久美さんもなんか、うん、そらそうだよね。うん、だって宅地券置いて、うん、電車で行くと、久美さんちょっと一個気使ってるし、うんうんうん、春日への来てよの無言のなんかお願いだったりすんのかな。それはヘドが出るけど、うん、俺は。そこまでは、いや、そこまで、私が言ったからね。何を？まあ、タクシー系は、タクシー系はいいんじゃないっつって言って。タクシー乗ってきなさいよってこと？いやいや、そのね、使わなくていいんじゃないっつって。でしょ？うん、そう言ったから。それが嫌なのよ、俺。だから、それで、その、なんか、森脇さん方式なんじゃないもう、なんか、どうなんだ、うん、その言葉がなかったらタクシーで行ってたかもしれないでしょ、うん、まあ、そうそれは分からんけど。それはもう本当に昭和親父よ。お前、電車で行けの、すっごいマイルドなやつ。タクチケはいいんじゃないは、これもうほんと、なんか、うん、ニアリーイコールになってるよね。うん、電車で行けと。タクチケはいいんじゃないは。なんなら、フリーザ区長だったらタクチケはいいんじゃないでしょうかの方が怖い。クミさん、うん、クミさん、うん、タクチケはいいんじゃないでしょうか。春日様みたいな。電車でお行きなさい。ギニューにね。うん、電車でお行きなさい。そこ超嫌だよね。そういう、そうね、うん。やるだったらもっと完璧にじゃないけど、はいはいうん。自転車で来たとかかっこいいんじゃない、うん、なんか。そうね。ラジオ聞いていても立ってもいられなくて。そう、ね。まあでもそこ演出になっちゃうかもね。いや、そう、だからそう、うん。で、タクシーで向かってるのバレて、GPS。全部バレてるし、うん。中途半端だったってことね、ヒーロー、遅れてきたヒーローにしては。そうね。その辺もだから本当に。いや、でも一個だけ謎なのは、うん、着いたのは何時頃なのよ。着いたのが、だから1、あれ何時ぐらい ?1 時。半半とか半前とか。なんか、早めについてラジオ聞いてたんだろうね、春日はね。うん。うん、1時半にはついてたんだ。結構早めだね。まあ、そうだね。そこの、うん、ついて乱入は考えなかったのはなんでなんだったっけ、うん、だから、その、ね、想像と違ったから。うん、想像と違うっていうの、うん、いや、私はだから、うん、そのね、乱入を希望したから、うん。乱入にならじゃ待ち構えてるからさ。うん。だからもう、どうしたどうしたもんかなと思ったね、そこで。うん。うん。逆に、帰った方がいいのかとかさ。うん。うん、混乱したのよ、混乱。GPS が出ちゃったから。うん、そんだって、うん、うん。来るって、まあね、クミさんも言ってないし。うん、言ってないし。クミさん、私の中ではクミさんは、うん、もう来るはずがないと、うん。思ってるっていう、そういうね、こともずっとだから、うん、いや、行かないよって。まあ、宅地系の時点でね。なんかそこで、うん、そこで気づいてないもん、その時点で、うんうん。うん。そこ、まあね、知ったきっかけはどこだかわからんけど、うん。うん。ふみさん的にはもう、うん、花から、うん、あ、こいつ来るなっていうのが、はいはいはい、バレてたんだっていう、はいはいはい、それは知らないからね、はいはいはい、ついて言うまでさ。まあまあな。うん。うん、だからこれは、どう、うん、うん。逆に、うん、うん。このまま帰った方がいいのだろうかとか。ああ、まあ、裏入っちゃったんだな。その時はね、うん。そう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 。いや、違うか、とか。それは違うもんね。それは違う。意味、それこそ意味わかんねえな、って。まあ、言うのは分かってて。でも、着いたら乱入しちゃえばよかったじゃん。あ、その場でね。いや、乱入ってそうだよ。そうか、乱入ってそうだな。おう。うん、本当に来たでよかったんだね。おうん。待っちゃってんだから、控え室で。うん、でも怖くなっちゃったからさ。
もうどうしたらいいか分かんなくなっちゃったから。まあまあ、だから一つ言えることは、うん、まあ、俺のトークゾーンも含めて、うん、だけど、その、時間通りに入れ。そうだね。主役じゃないんだから。じゃあ何にもね、うん、いいんだよね、うん、普通でね、うんうん、普通でいいんだよ、普通でいいのか、主役じゃないんだから。いや、その言い方ないじゃん。続いてはこちらのコーナー、ラジオネーム猫背ファミリー。アパ平熱である第11話見ました。マネージャーの岡田さんが歌舞伎町で殴られるシーンを宮下草薙の草薙さんが熱演していて、ツイッターが盛り上がっていました。うん、なんとなく似てるもんな。いや、いい配役だね。ラジオネーム豆腐小僧。アパ平熱である第11話見ました。春日さんがドッグダンスの大会にベロベロに酔った二日酔いの状態で参加して、うん、予選落ちをしたシーンを見て、これが後の春日事件につながっていく伏線なんだなと思いました。あったなぁ。二日酔いでドッグ。あったね。大松ちゃんがすぐ怒るやつね。怒るっていうね。ラジオネーム10秒ペテン師。アパ平熱である第11話見ました。スクール革命と思わしきセットで、春日さんが霧吹きで熱湯をかけられて、うん、熱くない。と言ったところで終わったので、うん、続きが気になっています。あったなぁ、あれ何だったっけな、ね、春日史上一番滑ったみたいな話。あれ滑ったなぁ、あれなん、どういう、なんでそんなこと言ったんだろうな。なんかを、あ、熱湯で、うん、なんだっけね、それ。PFT で熱湯かけられて熱くないからやってみようで、うん、シュッてかけられた後、熱くなぁって言ったんだよね。したら、言った。あれ、なん、正解、それこそあれ、正解何だったんだ、ね、いや、あれね、俺、あのね、うん、なんか、俺たちの実力不足だけど、うん、なんかね、スクール革命でいまいちオードリーがハマってないんだよ。なんか、ザキヤマさんすごい喜んでくれるんだけど、なんかザキヤマさんだけが喜んでくれることが多いんだよ。うん、なんか思わない？思う思う。なんだろう、ね、あれ、オードリーあれとか言ってくれるの、うん、ザキヤマさんなんか、なんか、だからみんなも、だから別にハマってないというか、うん、笑わない方が春日のためかなって思ったんじゃないの、展開的に。いやー、熱くないわ、つまんないでしょ、だって。でも俺、うん、本当に、なんだろうな、水落ちが爆発するぐらい面白かった。本当考えて、日テレの大きなスタジオで、シュッってかけられて、うん、どうなるんだろうって、熱々ってネット入れてるから、そうそうっていうとこに、シュッってかけられたと、うん、シーンとした後、うん、熱くなーい。もう、水落ちが爆発するぐらい面白かった。いや、そう。でも現場で受けてないから。あれ、正解は何だったんだろうな。熱くないんだもんね。熱くないんだよ。でも熱くないって言っちゃ別にさ。って思って言ったんだろう。だから熱くない。熱くないは困るわけじゃん、リアクション芸人からしたら。そういうことを望まれてたのかな。かなぁ。まあ、ぐらいしかやることないよな。ないね。で、選んだのが、熱くない。だったから。で、その、なんだっけ元ネタ。それ。切れてないですね、やっぱね。切れてないも古いし、それがなんか今流行ってるワードでもないし、なんか、なんだろうになったの、スタジオが。なんか滑ってるじゃなくて。ロバートの山本さんだったの、スタジオが、うん。なんだ変な部活のチラシ見つけた時のあれ。そうそうそう。これ見て来た時の部室に。そうそうそう。そうだったんだよね。うん、そう、そういうことか。ラジオネーム546。アパ平熱である第11話見ました。ピーターさん、千秋さん、有村ゴンさん、春日さんが参加した通称、パーティー三部作が、すべて本人役で完全再現されているタンを見て、スピンオフなのにお金かけてるなと制作費が心配になりました。これはすごいよな。確かにね、三部作かな。パーティー行ってた時期あった。やっぱ、ラジオのためだな、今思うと。あのパーティーに参加してたの。ラジオのため以外ないだろ、だって。そんな言い方ないじゃん。いや、楽しそうだな、お祝いね。うん、行ってみたいなっていう、そういう純粋な気持ちよ。あ、純粋な気持ちね、それはね。これ、行きましょうかね。ラ
ジオネームポーチードエッグ。アパ平熱である在11話見ました。情熱はあるではしずちゃんが再び漫才がしたいと山里さんに訴えるシーンがありましたが、平熱であるでは春日さんの口から一度も漫才の2文字が出てこないことにこれまでの全てが詰まっているなと感じましたこれ本編の方はどうなんだろうね。ね、春日の。そうだね。足りてる二人だっけ、タイトル。うん。うん、明日出てくるかな。どんな感じなんだろうね。ねえ。なんかそのやっぱラジオから拾ってきたエピソードでドラマ作ってるってこと？ああ。フールの方は。うん。そういうことなのかな。うん。ねえ、うん。ちょっと見てみたいですね。ラジオネームブーメランチャンネル。アパ平熱である第11話見ました。風呂なしアパートに住む春日さんは仕事が終わった後にお風呂に入るためテレビ朝日にある大浴場に行くシーンが流れたのですが、うん、お風呂の中ですごく大きな声で喋っている人がいたのでうるさいなーと思って顔を見たら、うん、ゴン中山さんだったというエピソードに大爆笑してしまいましたやったなー、よく覚えてんなー、すごいうるさかったのよ二人で。あれよく、うん、あれ M1 の後もあの風呂入ったんだっけ？全然入って、もうつい最近まで。敗者復活の後入ってたよね、二人で。あれ、今もあんのかな、そこ。今はね、入れないのよ。ああ、コロナとかね。なのかな、でもそれ前ぐらいからかもしれないけど。あそこよく入ってたな。あれの、ノンスタとやってたさ、シノビーナの後に入ってたよな、二人でよく。そうか。あの時もまだ若林さんあれか、風呂なしだったんだっけ。そう。前までは、そのなんか、テレビ朝日に行けば入れたんだけど、今は、なんか社員証とかないと入れないんだよね。ああ、なるほど。社員の方しか、それ持ってないから、入れなくなっちゃったんだよね。忍びなの後に入ってたな、よくな。そうよ。はい、以上でございます。いたゴンゴンさんもね。一番良かったメール、春日さん選んでください。わあ、これは、いいね、今回は。今回はいいですよ、特に。好きだな、自分の話が。いやー、いいね。やっぱりでも、熱くないかな。あれ、素材残ってねえかな、どっかにな。見てえな、もう一回。でもまあ、編集したら、なんかこう、面白になってるよ、か。だから、オンエアされたんだっけかな。されなかったのかね。どうラジオで話しただけかな。されてるの。どうぞ。だいぶ前だけど、まあちょっとこれにしましょうかね。10秒ペテンシ。6月のプレゼントです。鶏ごぼう天、冷やし中華ごまだれ、豚生姜の鉄板焼き飯、お弁当肉、唐揚げ、チキン以上の4種類が入っています。そして今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げます。こちら商品の発送を持って発表に変えさせていただきます。というわけで次回のテーマアパ平熱である、いよいよ最終回の感想でございますね。詳細は公式ツイッターやホームページでもご確認ください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。 日例の冷凍食品をお送りするので住所、本名、年齢、そして電話番号を忘れなく書いてください。あんちゃん死んでもやめんじゃねえぞ。夢は捨てたと言わないで。オードリーのオールナイトニッポン。他に道なき二人なのに。死んでもいいんじゃねえぞ。夢は捨てたと。さあ参りやしょう。ラジオネーム猫背ファミリー。おい南川、 AV に出てるなーと思ったら奥さんが取ってきた仕事だったこと。死んでもいいんじゃねえぞ奥さんがやり手だっていうね取ってきたんだというね。ラジオネーム豆腐小僧。おい空手家やべえ、巴投げされた時しばらく空中に浮かんでいること。死んでもいいんじゃねえぞ。そんなことはないよ、さすがに落っこちてくる。そのように見えるだろうけどね。ラジオネーム懲りずにミニラーメン。おい中山秀幸、初めて勃起した時、人生で初めて盛り上がって参りましたと言ったこと。
死んでもいいんだぞ。すごいね、やっぱり早くからその才能が発揮されてたの。ラジオネーム豆腐小僧。おい、なすなかにし、二人揃うととんでもなく盛り上がる言葉攻めができること。死んでもいいんだぞ。引き出し豊富ですからね。というね、ラジオネーム故郷は地球。おい、スピードワゴン小沢、今まで見た AV に出てきた全ての女優の名前を忘れたくないこと。死んでもいいんだぞ。忘れないことじゃなくて忘れたくないのか。日大プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい日大、以上各社の協賛で東京中大学有楽町の日本放送キーラーステーションに全国36局のお送り。なんか鹿島アントラーズの広報の方からね、お俺たちにじゃなくて、お岡田マネージャーに鹿島のグッズが送られてきたのよ。いつもありがとうございますって。ああ、そこにいっぱいあるよ。何、岡ちゃん、かす、あの鹿島のマネージャー宛てなの、サポーターだから。そうなの、俺たち宛てではないの。なんで鹿島アントラーズさんのいっぱいあるのかな。ただ、なんかそのアメフトと野球の話が多いですが、サッカーもぜひ鹿島スタジアムに来てください。これは嬉しいんじゃない。 YouTube 撮ってきてよ。うう、岡田と鹿島の試合見て。どう遅れて入ってっていいからさ。うん、ごめんねっつって言って。岡田、どうなってるっつって。いや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 っつって。あの西武のもう一回見たいわ、うん。いやいやいや、どうなってんのよ。45分前についてです。うん、どうなっちゃってるっつって言って。いや、面白いな、これ岡田喜ぶだろうな、ね、本当に、うん、J リーグサッカーの話、うん、ヨーロッパのチームとか日本来て試合してる、うん、あれのどのぐらいすごいのか、めちゃくちゃ説明してくるもん。一番喋るその時。あ、そう、うん、好きなんだね、サッカー好きな、ね、里光もね、うん、町田の男だから、好きだからね、うん、いや、すごいよね、やっぱサッカーのさ、好きな人はね。本当だよね。熱がほら、あれで100カメでもさ、見たけどね、すごいじゃない。で、地元だから、うん、春日も地元じゃん。で、さ、うん、所沢から新都心に車出してたさ、うん、西武のさ、旗がさ、うん、電柱にさ、ずっとこう商店街の柱とかにさ、うん、ずっと西武の旗があったりするじゃん。するするする。なんかあんな、なんか憧れ、それはないから。ああ、そうか。で、サッカーのチームもなんか東京都中央区というところにはなんかないじゃない。で、この間大宮行ったら大宮のチームのサッカーのが駅にバーってなってたりさ、浦和もすごかった、レッツの。そうだから、ヤクルトか巨人のファンだったらなんかね、あれだったんだけど、うちの親父が阪神ファンだったから、うん、それ地元って感じが実はないんだよね。そうね、あれは所沢を背負って応援するって気持ちになるだろうなって車で走ってて思ったり、ね、まあそれは主役、あんまり関係ねえだろお前。部外者だろお前。関係、今ちょっと話が違うじゃん。羨ましいな、所沢のお前さんのみたいな言ってたのに。関係ないよ、俺街の話してんだ。関係ないことはないよ。部外者だろお前。部外者じゃないわ、観光大使までやってんだよこっちは。それ代表してありがとうございますよ。おかしく、今のおかしくないぞ。いや、そう、そうね、これは嬉しいんじゃない、岡田マネージャーもね。確かにね、ずっと好きだもんね。いや、本当に、ね、だってしくじり先生の収録見ないで鹿島の試合見てたことあるから。それはどうかと思うけどね、マネージャーとして。それはちゃんと怒った方がいいけど。でそこはね、ゆるゆるにしてんだよ。やっぱラジオで助かるからさ。還元できるから。そうそうそう。まあでも時間かぶってなかったのかな、回す前に見てたのかな。それもどうかと思う。いや、そうよ。ダメよ、現場入ってないから。聖堂さんも、うん、川崎のチームのファンだよね、すごい。結構厚めの。ああそう、もともとサッカー部だから。聖堂さん、もともと社会人リーグの選手だった。そんなわけねえだろうよ。こんなガリガリで。うん、肩当たったら多分サイドラインが悪いよ。多分ディフェンダーでなんか結構守備に定評があって、どう考えてもすり負けるだろう。
やまあ春日さん時間通りに入るっていうね、うん、そういうことが、ね、失礼しました確認できたので、よかったですね、よろしくお願いしますミッフィーちゃんこの後また夢でお会いしましょうアディオスちょっと教えてもらっていいねどういうこと、うん、空白の45分はこうだいぶこのビールは入っちゃってましてね。うん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 。入っちゃってて。あんまり覚えてないんですけどもね。だけどちょっと遅れて行った方がかっこいいだっていうのは、ちょっと思って、岡田マネージャーを待ってる間にコンビニエンスに行ったから。前座にするなよ。コンビニで時間潰して俺先に入らせて遅れてきて、うんうん、いや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 どうなってんだよじゃないのよエンディング近くで出て、うん、わ春日あの来たんだみたいな感じにしたかったんだけど、うん、そのなんだろう、うん、二部作になっちゃってんじゃん今日春日遅れて入ってくるかっこいい主役登場遅れてきたヒーローじゃない遅れるヒーローただただね、遅れていくヒーロー遅れてくるヒーローって空白の時間があるんだね、うん、いや空白作らないと遅れられないからいるんだもんそこにいろはだね遅れてくるためにあ日本放送にもベルーナドーニングにもいるわけだいやいやいたのかよ一番なんか嫌なのはやっぱり宅地系のとこだよね、うん、クミさん、うん、宅地系はいいんじゃないでしょうかまあまあだから一つ言えることはまあ時間通りに入れ、うんうん、Wake up, today's gonna be a good day.